ミルキーあいみょん、こんばんは渡辺。こんばんは渡辺。僕は卒業を控えた中学3年生です。お、今学校では卒業式で歌う曲の練習をしています。うんうん、ミルキーあいみょん、中学または高校時代の卒業ソングについて思い出はありますか？教えてください。うん、お、歌った曲、まあ、歌った曲でもいいし、卒業ソングについての思い出、なんかこの曲を覚えてるとか。なんやろ、退場の時に小袋さんのつぼみが流れてて、うんうん、あ、一緒や。もうあれがやばかった。なあ、超感動。なあ、わかる。なあ、つぼみめっちゃ覚えてる。どんどん流れてたやろ。それでも多分中学の時やって。え、これな、絶対な、あ、絶対かわかんけど、うん、卒業式に関係したわけじゃないねんけど、中3の時にちょうど音楽合唱会みたいなのがあって、うんうん、まあ、各1年2年3年のクラス対抗みたいな感じで、その学年の優勝とか決める音楽、うん、あ、学校内でみたいな合唱コンクールみたいなのがあって、うん、で、私のクラスが中3の時に、うん、あのアンジェラアキさんの手紙っていう曲を選んで、その歌を歌っててんけど、別に卒業式でもなんでもないのに、本当にみんなで頑張って、その歌がすごいいい歌やから、本番とかもう泣けてきて、あー、もう感極まってみたいな、っていう、すごい。この手紙っていう曲は、じゃあ思い出の曲やな。 今でも簡単に聴けない曲なんです。あ、聴いたら思い出しちゃうみたいな。そうだから、思い出しちゃうっていうか、すごいメッセージ力のある歌詞だから、うん、なんかすごい気持ちがすごい左右される曲というか、だからあんまり聴かないようにしてるんです。すごい曲だから。あ、そうな。え、聴、うん、きたいなと思わへんの？聴きたいなって思った時には聴くけど、安易に聴いてはいけないんです。安易に聴いてはいけない。本当に気持ちが左右されるんですよ、この曲を聴くと。すごいパワーのある曲。なるほど。もう一つが、うん、キロロさんのベストフレンズ。あ、それアイナも中学の時に歌ったけど、うん、そう、中学の時にめっちゃいいよな。なんやろ、音楽の普通の授業で歌ったけど、なんかそのミルキーほどそんな簡単に歌えへんみたいなことはない、簡単に聴けへんことはないけど、でもなんかめっちゃ思い出があるから、すごいそれが流れてきただけで、その時の普通の教室の感じとかも全部思い出される、うん、それぐらい覚えてる。そっか。ないんかよ。わかるわと思って。でもなんかそういうのっていいやな、すごいいい歌詞やし、キロロさん私大好きやから、うん、キロロさん好き？好き。未来へとかさ。未来へも歌った。めっちゃでもあいな、なんか小学校の時とか歌った時。ほら、足も。はい、じゃあミルキーの BGM に乗せて、皆さんメッセージありがとうございます。このように感想質問などどんどんメッセージを送ってください。宛先は nmb@mbs1179.com です。メッセージを紹介させていただいた方には、私たち二人のサイン入り歌組クリアファイルをプレゼントします。イエーイ、さすが。いい感じにぴったりに終わりましたよ。さすが、あいな全部言ってくれてありがとう。いえいえ、はあ、頑張りました。